そうですね、まあ昔からやってる人もそうですけども、新しい、まあ、これからゲーム始めようとする人もそうなんですけども、やっぱり昔のゲームも今のゲームもやっぱり楽しんでいただきたいなと思います。そうですね、共通点といえばやっぱり遊びやすい、まあ、簡単だっていうことですね、まあ、ルールは。で、違う点といえばテトリスは横一ラインに並んだ時に消えるに対して、クラムスの場合は色を縦横斜めに色を3色以上並んだ時に消えるというのが、まあ、大きな違いじゃないかなと思います。はい、ですね、クラムスの、まあ、業務用、私が担当したのは業務用とメガドライブ版ですね。それとその後業務用でクラムスの2も私が担当しました。